台原桜子、ジュエルのような時間を作り出したツアーファイナル。台原桜子がライブハウスツアー、台原桜子 4TH ツアー2017オータムからアクセチェリーボックスからの追加最終公演を、昨日11月14日に東京、ZEP 東京で開催した。全国の映画館でライブビューイングやワウワウでの声中継も行われたこの日の公演。フロアを埋め尽くすオーディエンスが待ち焦がれる中で場内が暗転すると、謝幕に様々な文字が投影された後、フードを覆った台原の映像が映し出された。さらにその映像と重なるように、謝幕に台原本人のシルエットが浮かび繊細なピアノの音色に乗せて、アライブがスタート。切ない歌声とドラマチックな演出でツアーファイナルの幕が上がった。2曲目は新本浩が提供した、マイ・フェイバリット・ジュエル。ステージを覆っていた謝幕が落ちると、アコースティックギターを抱えた台原が姿を見せ、皆さん、こんばんは。今日は最高の1日にしていきましょう。と叫んだ。ピンクのペンライトを光らせるファンを前に、彼女は伸びやかな歌声を披露した。チェリー。ブロッサム。というおなじみのコール&レスポンスの後は、清涼感たっぷりの、青い季節へ。台原はタオルを回しながらはつらつとしたパフォーマンスを繰り広げた。キュートな振り付けを踊りながらの、リアライズ、曲の世界に合わせて傘を持ち、弾むような歌声とステップを披露した、トレモロレインを経て、一呼吸置いてから、瞳が始まる。2番のサビでは観客の合唱が響き、会場は温かな空気でくるまれた。その後、台原は、今回のツアーでも新しいことに挑戦させていただいてますと口にし、事前に募ったリクエストを元にあった曲をカバーすることを告げる。いろいろなアーティストさんのライブを見させていただいた中で一番感動した曲です。家族だったり、友人だったり、心の底から大切だと思う方を思い浮かべながらで聴いてくださいという言葉に続いたのは、ワンオーケーロックのバラード、Fair You Are。序盤は穏やかに歌っていた彼女だが、曲の終盤では圧巻のロングトーンを響かせ観客を驚かせていた。中盤では2つ目の新しい挑戦である、アコースティックメドレーコーナーが設けられた。ラメをあしらった華やかなスカートに着替えた台原は、バンドメンバーと一緒に行進しながら現れると、アコースティックメドレー始まるよ、と元気いっぱいにシャウト。ほのぼのとしたムードの中で、のり巻きおにぎり、歌いの歌、オレンジのハッピーハロウィン、踊るポンポコリン、頑張ったっていいんじゃないがメドレーで届けられ、台原は歌の合間にコール&レスポンスを言ったり、マラカスを振ったり、トイピアノを奏でたり、八面六話の活躍を見せていた。ツアーの中で一番うまくできたよね、と満足げに口にした台原は今度はスツールに座り、とても深くて温かくて優しい歌詞です。私が大好きな曲ですという紹介から中島みゆきの糸をカバー。歌詞を噛み締めるようにしながら歌い上げるその姿に観客はじっと見入っていた。エモーショナルな空気は、アカペラで始まったちっぽけな愛の歌や、台原がエレキギターを弾きながら熱唱したサインでも引き継がれた。終盤に入ると、明日もを皮切りにアッパーチューンが連続する展開に。レディーゴーで台原はエレキギターを抱え、観客を煽りながら、ソウルフルに歌い上げていく。リミッターを外したかのような激しいパフォーマンスに観客も熱狂。間髪入れずにライブ映えする、Z セットミュージック、を投下し、会場に一体感をもたらした。そして、まだまだ踊っていただけますか、と呼びかけ、踊ろうでライブ本編を朗らかに締めくくった。アンコールでは、11月22日にリリースされる新曲、さよならを歌唱。台原は、どんな恋愛をしても、相手にいつか、ありがとうと言える日が来たら素敵だなという思いを込めて作りました。少し前に踏み出す勇気や、この曲を聴いて誰かにありがとうと思う気持ちを持ってくれたら嬉しいですと口にし、生き物がかりの水野良樹が書き下ろした失恋バラードを情感たっぷりに熱唱した。さらに、今日は追加公演ということで、スペシャルなナンバーをお届けします。いつもは仲良しの2人と歌ってますが、今日は会場の皆さんと歌いたいと思います。と叫んだ彼女が歌い始めたのは、
入江リレオと藤原さくらとのコラボナンバー、恋の始まり。普段は3人で歌っているためか、歌詞を間違えてしまう愛嬌を見せつつキュートなラブソングでファンの心を和ませた。最後の MC で大バラは、皆さんにとって、一曲一曲がジュエルのように大切な曲になってくれたら嬉しいという思いでツアータイトルをつけました。皆さんにとって今日1日がジュエルのように一生心に残ってくれたら嬉しいですとファンに伝える。さらに感謝の思いを伝えるように、サンキューを元気いっぱいに届け、会場を幸せな空気で満たした。